元中日スカウト部長、後悔する。星野仙一、落合博満ら8人の監督に仕えた中日の元スカウト部長、中田宗男、本人が赤裸々に明かす。ドラフト戦略が今の頻打を生んだ後悔とは、後々考えると明治大の佐野啓太、横浜校の近藤健介もそうだが、一種独特の自分の形で打てる選手というのはプロで大成している。打てる才能がある選手はポジション云々に関係なく取らないといけなかった。中日が近年打てない打てないと批判されているが、やっぱり打つことに特化した選手を取ってこなかったことにも原因がある。広い名古屋ドームが本拠地である以上、野手は守れないと取れないという不分率が自分の中にあり、そういう選手を積極的に取ろうとしなかった。それが間違っていたのだと今になって思う。いや、ダに特化した選手も取ってるやろ。近藤も佐野も中日じゃ育てたんやろ。周平を育てられないんじゃ誰も無理だよな。守備は努力でマシになるケース多いからな。打撃はほぼ才能だから、まず打てる選手得るのは正解やろ。タンプロでみんな下手んに、どの上も周平もスラッガー枠で取ったはずなんやが、崩壊してる投手陣をどうにかするのが先やろ。高卒ルーキーを2軍で無理やりローテ回して育てるもクソなくぶっ壊してるの派手にやばいやろ。自分の形で打てる選手取っても立浪にいじくられるけどな。そんなことより大物大卒即戦力やストラなすぎ。守備と走塁は優秀なのか。これアヘタンしかいないのにまともに盗塁できるのか、林だけとかどう考えてもやばいやろ。ご視聴ありがとうございました。